エリザ・ラジビウブナの紋章、エリザ・フリデリカ・ルイザ・マルタ・ラジビウブナは、ポーランド・リトアニアの貴族女性、公女。登園にあたるプロイセンのビル・ヘルム王子の花嫁に、望まれ言い名付けとなったが、家柄や、政治的思惑などの問題から、この恋愛結婚は実現しなかった。ポズナン大公国の総督アントニヘンリク・ラジビウコート、プロイセン王・フリードリヒ二世の命の一人、 ルイーゼ王女との間に生まれた。このためプロイセン王家とは親族関係にあり、ドイツ人として育てられた。ビルヘルム王子は当時すでにプロイセン王位の推定相続人となっていたが、父のまた十枚にあたるエリザに恋心を抱くようになった。ビルヘルムは結婚して王家の四次を設ける必要に迫られていた。王子の父親で、 エリザのまたいとこでもある国王フリードリ・ヒビル・ヘルム三世は、二人の関係を好ましく思っていたが、プロイセン宮廷は、エリザの先祖が帝国諸侯の称号を16世紀に神聖ローマ、皇帝カール五世から買い取ったという歴史的経緯を問題として取り上げた。気ぐらいの高い人々にとっては、エリザはプロイセン王妃となるには、父方の血統の点でふさわしくないというのである。 このため1824年、フリードリ・ヒビル・ヘルム3世は、子供のないロシア皇帝アレクサンドル1世に、エリザの養父となってくれるよう依頼したが、ロシア皇帝は、この要請を断った。次に、養父候補として上がったのは、エリザのおじであるプロイセンのアウグスト王子だったが、こちらも失敗した。この問題に関する諮問委員会が、養子縁組をしても、決闘が変わるわけではない。 と結論したためだった。また、ナきルイーゼ王妃の実家で、プロイセン宮廷と、ロシア宮廷に影響力を持つメクレンブルク家が、エリザの父アントニコを嫌っており、この結婚に反対したことも、この演談をこじれさせていた。こうした事情から1826年6月、フリードリヒ・ビルヘルム3世は、ビルヘルム王子とエリザとの将来の結婚の可能性を、 否認する宣言を出すのを余儀なくされた。ビルヘルムはその後の数ヶ月間、王家にふさわしい自分の花嫁を選んでいたが、エリザに対する愛情を立つことはできなかった。ビルヘルム王子は1826年8月29日、14歳年下のザクセンバイマール皇女アウグスタと結婚した。王子が、かつての言いいなずけエリザと最後に会ったのは1829年のことだった。 エリザは、その後、フリードリ・ヒホン・フィルステンベルク公爵と婚約したが、破談に終わり、1834年に未婚のまま結核で死んだ。ビルヘルムは、エリザとアウグスタの二人の花嫁候補に対し、彼女たちそれぞれとの結婚生活について、全く異なる期待を抱いていた。王子は、妹のロシア皇后、アレクサンドラ・フヨード・ロブナに対し、エリザについては、 生涯で愛した唯一の人とする一方で、アウグスタについては、王女はとても可愛くて理髪ですが、僕の心は彼女といても冷めたままですとする内容の手紙を書き送っている。幼いアウグスタは婚約者をしたって幸福な結婚を無双していたが、結婚後にエリザ・ラジビウブナのことが知れると、アウグスタは自分が夫にとってはエリザの都合のいい代役に過ぎないのだと気づくことになり、 夫婦関係は不幸なものとなった。ありがとうございます。